昨日の比べてご覧になりましたか。どうしてかかっノッコンス、かかった。どけ、ヨーザンサク、どけ。こちらの業界では許可を得る。ヨーザンサク、調子、どけ、ヨーザンサク。早速、取ってきました。違いし、かかった。ヨーザンサク。来客がありまして、この辺で。戦う気もないのに挑発しやがった。外交官だと言ったでしょう。東チップ王国唯一の主席にして末席の外交官なんです。あなたのような戦士ではありません。最初にそいつを見せろよ。最初にそう言ってくだされば。政府の連中はなぜコロニーに来る。わかりません。おそらく連日の事件に関する情報を集めているのでしょうが、私の主はこう考えています。まだ終わっていないと。ここが戦場になるってこと。